ジャガイモや、セイモウイロイドは、主にナス科の植物に感染するウイロイドの一種である。世界で初めて発見されたウイロイドであり、わずか359個のヌクレオチドで構成された一本差、環状 RNA である。名称が長いので、略称として PSTVD と呼ばれる。PSTVD は、1971年に、セオドールディーナによって、世界で、 初めて発見されたウイロイドである。ウイロイドはウイルスと比較しても極めて小さなゲノムで構成されている。また RNA はタンパク質に包まれておらずオープンリーディングフレームを一切持っていない。PSTVD はポスピウイロイドカッポスピウイロイド属の代表種となっている。PSTVD は病理組織から管理することはできない。PSTVD に感染し、 生育不良となったジャガイモは細長い形になることからこの名称が付けられた。ポテトスピンドルトゥーバーウイロイドを直訳すれば、ジャガイモ棒状会形ウイロイドとなる。口述する日本で感染が報告された当初は和名が決定されておらず、学名をカタカナ表記したポテトスピンドルトゥーバーウイロイドが使われていたが、2012年に日本植物病理学会植物ウイルス、 分類委員会は PSTVD の和名をジャガイモや生ムウイロイドに正式決定した。PSTVD の RNA は以下の359個のヌクレオチドで構成されている。このうち98個目から102個目のギャックの並びは他のウイロイドでもよく見られる配列である。PSTVD の二次構造 PSTVD は環状 RNA であるが、 二次構造を見ればわかる通り、電子顕微鏡ではやや棒状構造として観察される。長さはわずか6ナノメートルしかない。ウイルスは1400個から2万個のヌクレオチドを持っており、例えば世界で初めて発見されたウイルスであるタバコモザイクウイルスは6400個のヌクレオチドを持っている。これと比較すれば359個のヌクレオチドで構成された。 PSTVD は、とても小さい。PSTVD は、主にナス科の植物に感染する。ただし、感染しても症状が出る場合と出ない場合がある。主に感染するのは、ジャガイモトマト唐辛子であり、これらは感染すると下記に示す症状を示す。一方で、キダチ鮮戦アサガオ族朝鮮アサガオ族ペピーノ、スルハナナスアボカドライシャンススラントンネジ、 ブドウホーズキストレイプトサランジャメソニーなどは感染しても無症状である。PSTV d に感染した植物は株のイカ、実の小型か着火不良が発生する。名称の由来となったジャガイモは成長が阻害されたり完全に停止する場合があり歯も小さくなる。トマトに感染した場合は成長が阻害されたり花や実がつかない着火不良が発生し、 場合によっては故視する場合がある。唐辛子の栽培品種であるピーマンの症状は程度であり、実に特有のうねりを生じたり、葉の上部が白っぽく変色する。PSTVD は、芽かき作業などの剪定作業で使用したナイフや、ノーキン具による接触で容易に、重液伝染する。また、トマトでは感染した、種子、ジャガイモでは、刺し木や種子、花粉によって広がる。 感染のほとんどはこれらが原因であるが、珍しいものにアブラムシによる感染もある。感染の予防には、植える場所において、これらが感染していないことに注意する必要がある。アブラムシによる感染の広がりは、桃赤アブラムシによって、PSTVD とジャガイモリーフロールウイルスの両方に感染した植物の葉によって広がる。PSTVD は RNA が裸であるため、 単独では、アブラムシの消化に耐えられないが、ジャガイモリーフロールウイルスがあることでそのカプシドによって保護されると考えられる。20世紀中は、特にジャガイモに対する経済的な損害が確かにあったが、現在では例えば、北米地域における損害の1%程度を占めており、相対的な割合が減少している。主な発生国は中華人民共和国、インド、 アメリカ合衆国、ポーランド、ロシアなどである。日本ではまだ大規模な感染は報告されていないが、2008年に福島県のトマトで発生した。その後この発生地における封じ込め対策が行われた結果、PSTVD による病気は収束した。また、2010年には外国から輸入された山梨県の夏季栽培施設にある ダリア内での感染が報告されている。このダリアでの症状は確認されていないが、ジャガイモやトマトへの感染の広がりを防ぐための封じ込め策が取られた。なお、PSTV デイに感染した植物を食べても人には感染しない。ありがとうございます。